世界の犯罪史上でも類を見ない残虐極まりない大量殺人、津山30人殺し。1938年、昭和13年5月21日、岡山県の農村で発生。犯人、土井睦夫は2時間足らずで村人30人を殺害。いわゆるスプリーキラー。短時間に不特定多数を殺害する殺人者のパイオニアである。犯人の土井睦夫は1917年大正6年3月5日生まれ。幼い頃に両親を亡くし、姉と共に祖母稲に育てられる。学校の成績も良く秀才であったため、いずれ進学するつもりだった。しかし進学すれば寮生活となるため、家から離れることとなる。稲からは寂しくなるからと反対された。優しい睦夫は稲の気持ちを考えて進学を断念。その後、もともと体が弱かった睦夫は六膜炎を患い、家に引きこもりがちになる。さらに慕っていた姉も嫁いでしまったから、彼は孤独感を一層強めていったようだ。テレビやパチンコなどといった娯楽のない当時の村では、セックスが唯一の楽しみであり、夜灰の風習が残っていた。夜灰とは、夜になると女の寝間に男が侵入して性行為を楽しむこと。昼間でも人目につかない場所で密かに性交することもあった。既婚者も独身も大いに夜灰の風習を堪能していたのである。当然睦夫の村にも夜灰の風習があり、彼も村の女と複数関係を持っていたようだ。やがて睦夫は軽度の結核の診断を受ける。今でこそ結核は治せる病気だが、その当時は死病として恐れられていた。それに追い打ちをかけるように徴兵検査で不合格を言い渡される。お国のために兵役に就くことができないということは、当時の男子にとって最も屈辱的な結果であった。睦夫は結核ということで村の女たちからも忌み嫌われ、やがて村人たちからも陰口を叩かれるようになる。かつて村の秀才と言われていた睦夫、閉鎖的な村での疎外感、屈辱、村人や女たちに対するどす黒い復讐心が芽生えていき、彼は悪鬼に変わっていった。犯行の前日、睦夫は電線を切り村を停電にした。夜半に睦夫は起き上がり支度を始める。黒の爪入り服を着て地下足袋を履き、足にゲードルを巻いた。頭には懐中電灯を巻きつけた鉢巻きを装着。頭から突き出た2本の懐中電灯はまるで鬼の角のように見えた。自転車用のランプを首から吊り下げ、薬莢や弾丸を入れた袋を肩にかけた。日本刀や弾頭、9連発のブローニング猟銃を携え、いざ強行に向かった。最初に自宅のこたつでうたた寝をしていた祖母稲の首を斧で跳ねた。稲の首は
胴体からちぎれ飛び、大量の血が首から脈を打って溢れ出た。その後隣家から侵入し、村人を次々と襲った。日本刀で滅多切りにしながら一人一人血祭りに上げていった。破壊力が強い猛獣用の弾丸は人体に大穴を開け、内臓が飛び散り、腸がブヨブヨと飛び出す。恨みが深かった女に対しては乳房をえぐったり、口の中に刀を突き立てたりした。被害者の中には妊婦もおり、胎児もろとも容赦なく殺害している。陸奥は標的にしたのは関係を持ったり拒絶したりした女性とその家族中心だった。返り血に染まり、銃を乱射し、刀を振り回す姿で闇を駆けめくる陸奥の姿は地獄の下のように見えたことだろう。犯行からわずか2時間足らずで30人の村人を殺害。彼は猟銃や日本刀などを携えた重装備でありながら、山間部の急斜面を駆け上がり犯行に及んでいる。怨念のエネルギーが彼にパワーを与えたのだろうか。犯行を終えた後、陸奥は村を一望できる山の頂にて遺書を残し、猟銃で自決した。陸奥の幼なじみに寺田百合子という女性がいた。百合子は村でも評判の美人であったため、陸奥が百合子に一方的に熱を上げていたと言われている。しかしまた一方で二人は恋仲であったとも言われている。だが陸奥が結核だったため、彼女の親族が無理やり引き離し、百合子を隣村の男性のもとに嫁がせたという説もある。陸奥が犯行に及んだ日は、百合子が嫁ぎ先からちょうど村に里帰りしていた時だった。陸奥は百合子が帰ってきたタイミングを見計らっていたとも思われる。陸奥は百合子の家にも侵入し、百合子以外の家族全員殺害している。ただ百合子は素早く隣家に逃げ込み、命拾いをすることができた。だが百合子をかくまった隣家は巻き添えを食らい、一人が射殺されている。いずれにせよ、陸奥が百合子に対して異様な執着を持っていたことは間違いがない。二人の間に何があったのか。陸奥の百合子に対する一方的なストーカー行為だったのかもしれないが、事件から70年以上も経過した今となっては知る由もない。問い陸奥が思いを寄せた女性百合子は2010年の時点で90歳を超えて存命中だった。今も生きているかもしれない。家族5人を殺害され、ただ一人生き残った彼女が背負った十字架はどれほど重かったであろうか。その苦難は想像を絶する。閉鎖的な村社会、飲酒などが事件の背景とされている。津山30人殺し、負のサイクルから抜け出せなくなった時、人は想像を絶する強行に走ることがある。はい、というわけで今回は以上です。ちなみにこの津山30人殺しというのは、まあ、知ってる方も多いとは思うんですけども、八つ墓村のモデルになった作品と言われています。結構何度も映画化されたりドラマ化されたりしていた作品なので、まあ世代を超えていろんな方が見たことがあるのではないでしょうか。
それでは今回もご視聴ありがとうございました。